自民、うん、岸田氏が積極露出、はい、なんかこれだけ見るとなんか変な記事に積極露出埋没会議やきとやる気やきだとまあこの後で初鹿さんの話もやるからちょっといろいろ考えてしまいますね。トースポかなんかの記事だと思いきや、これ時事通信の記事ですね、はい、自民党の岸田文雄前政調会長が来年秋と想定される党総裁選に向け、うん、メディアなどに登場する機会を増やそうと言明だ。露出増やしてる、露出を増やしてる、はい、ちょっとやめてください岸田さんが露出を増やしてる。もともと発信力不足が課題な上、うん、菅政権で政府党の要職からも外れて露出が激減、うん、このままでは埋没しかねないと危機感を強めている、はい、岸田氏は18日地元の広島市を訪れ平和記念資料館を視察した。15日に出版した自著核兵器のない世界への PR の一環だった。あ、こんなの本出したの、出たんですね。オバマみたいなこと言ってんねまあやっぱ広島が選挙区だと、あ、そっか、やっぱこういう主張っていうのも、はい、でもね、あのもう中アメリカが今何が起こるか分かんない状態でしょ、うん、トランプが落ちたら、はい、政権を渡さない可能性が出てきてる、はい、としたら内戦になるかもしれないって言われてるから、うん、そしたら尖閣とか来るから、うん、もう日本って核武装するしかないっていう結論として、もう結論として今そういう状況になってるんだよね、うん、その時にこの核のない世界ってやっぱこうタイミング悪い人だよね。そうですね、うん、ちょっと微妙にいいタイミングからずれちゃってる、ね、今書かなくていい話だよね、うん、これ、うん、はい、で市内の書店では東京に続く2回目のサイン会を開催、トークショーにも参加し約100人の聴衆を前に熱弁を振るった、うん、この日は報道各社の取材に計2回応じ、引き続き首相、党総裁を目指して努力を続けていきたい、毎日の積み重ねが大事だと、はい、決意を語ったんですが、まあ、やっぱりそのさっきの総裁選では、うん、はい、地方票があまり取れなかったんですよね。そうですね、はいはい、岸田さんというのは、はい、なので、まあ、こう各地回って、うん、露出を増やしてですね露出を増やして、はい、各地回して、各地回って露出を増やして、はい、いろんなところで露出してるそう、露出して、はいはい、いきたいなという思いなんでしょうけども、はい、うん、なんかやっぱ目立たないですよね。目立たないしね、あの月刊花田の先月号か、森総理が話した話、うん、森元総理が話した話のを読むと、うん、ちょっと菅さんはセンスないなって思います、ね、菅さん、菅さん、うん、菅さんじゃなくてごめんなさい、あの岸田さんがね、はい、結局森さんのところに来て、うん、ちょっと菅さんが動いてるけど、うん、森さんなんとかしてくださいって言った時にもうそのすでに、はい、もう菅が動いて、うん、全部決まってんだよと、はい、お前2週遅れなんだよっていうふうに、あの、まあ、岸田さんに、で私は何すればいいんですかみたいなので、うん、からもう本当ここまで来たら麻生さんに言って、うん、土下座して麻生さんにもうこれ全部もうあなたにお任せしますと、うん、人事も全部お任せするから、はい、私を全面バックアップしてくださいというふうに言うしかもうないよっていうふうに言ったんだけど、はい、その時にほーって言ったんだほーそう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 、だからそうだからもう週2週遅れになってるから、はい、もう君が使える手はそれしかないと、うん、で麻生さんに岸田さんが全面的にやればあれ最大派閥になるから、はい、一応逆転するシナリオはできたんですよ、うん、麻生派が最大派閥として動くってことになるから、うん、二階が動いてもそうです、ね、無意味化できたはずなの、数の理論で言ってもそうそういけたはずなのに、うん、そこで結局ほうって言ってそれでちょっと分かってないみたいだからちょっと説明してたらあ次に行かなきゃいけない時間なんだっていなくなったもうその時点でね相当センスないよ、はあ、いやそれ、うん、多分ニコニコ動画でアップされたら、うん、多分絶対その この辺にハテナつけられるパターンですよ、うん、絶対こう大きいハテナつけられますよ ね、 そうそうそう、コメントで、いや本当、いやこれはねちょっとセンスが、そうセンス罰ですね、そう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 、はい、花田さんもその森元総理のインタビューした時に原稿にした時に、うん、これは森さんもちょっと気使って、うん、あの削除してくるだろうなって思ったんだけど、で原稿ゲラ出したら削除されなかったなって、うん、それでやったと思って出したって言ったんだけどそうで森さんは森さんでもう五輪を成功するとか、はい、今闘病中でね、うん、もうあと自分はそんなにあれだから
五輪をちゃんとやりたいっていうところに人生燃やしてるみたいな感じで言ってるから、うんうんうん、もう失うもんがないから、うん、誰も怖くないんだよね。はだから全部本音で言いたい放題で言いたい放題で言えるっていう、だからそれそのまま残ってるっていう、うん、いや今あのニコニコのコメントにまさにハテナをつけてくれる人が俺につけるなでもほーって言ってるだけやね。ほーってそうよく分かってないよ。そうだから岸田さんね、ちょっと僕は難しいなっていう感じ。あれ読んでも、うん、本当難しいなっていうね。そうですね、政治家ってやっぱこう決めなきゃいけない時にグッと、で菅さんって一度も総理大臣目指してるって言わずに、うん、言われても私は目指してないですって、うん、ずっとそれで通してきて、であの時に電光石火で決めて、うん、でも出たじゃない、はい、でしかも出た時に私はここに立ってるのは派閥の推しで来てるわけじゃなくて、うん、はい、自らの決断でここに来てますって言ったじゃない。やっぱ強い、強いところ、強いメッセージ出したんだけど、岸田ほうっつって、ね、ちょっとダメだよね。ちょっとダメですね。そう、もうあれは、はい、政治でトップにリーダーは、うん、じゃない。なんかあの、まあ、今回、うん、まあ、今回というか、まあ、はい、さっきの自民党総裁選だと、うん、まあ、菅さんがいて、うん、石破さんがいて、はい、岸田さんがいてっていう構図でしたけども、うん、石破さんっていうのは良、うん、くも悪くも頭にこびりつくんですよね、うん、記憶としてこう残りやすいというか、はいはいはい、まあ、見た目含めてなんですけど、うん、岸田さん全く残んないんですよね。そう、ああいうおじさんいたなぐらいの言葉が滑るでしょ、うん、あのいるよね、学校の校長先生とか教頭先生でさ、朝礼でずっと言ってるけども本当眠くなるっていうかさこれ何が言いたいんだよみたいなダジャレの一つでも言えよみたいな。いや、石破さんっていうのはネタにもされるわけじゃないですか、うん、はいはい、なんかその口調がどうでとか、うん、まあ、この番組でもなんか一回、はい、なんかね、その語尾がどうだとか、はいはい、いろいろこうネタにされてましたけど、そう、そういうネタすらないんですよ、うん、そうね、岸田さんっていうのは。加藤か岸田かって言われるぐらいちょっとあの絶望的にちょっとつまんないっていうかまあ加藤さんの方がちょっと面白くなってきたなっていう感じが、官房長官やって場数踏むからこれから、うん、はい、そういう感じはするんだけどね、うん、あまあ確かにそうですね、学校の教頭ですね、うん、そう、岸田さんっていうのは教頭、校長じゃないんですよね。そうそうそう、教頭先生とかがさ、うん、なんかちょっとなんかジャケット着てるけど下ジャージみたいなでなんか話してる、それはありますね。そう。なんかそのなんか上だけしっかりしとこうみたいな。その組み合わせなんだみたいなのでなんか言うじゃん、はい。運動会の練習とかしてる時とかに。それは確かにありますね。はい。はい、まあ、来年のね、うん、総裁選に向けて今後さらに露出を増やしてですね。うん、そうそうそう、まあ、出しまくるんじゃないかなと。そうです、はい、はい。思いますので、はい、まあ、頑張っていただきたいなと。そうですね。はい、盛り上がるのはいいことですからね。うん、日本の政治にとっても。はい、むしろ岸田さんそのキャラでやったらいいんだよね。もう下ジャージ下ジャージ上そうジャケットみたいな。もう俺このキャラちょっと弾けたキャラでいくっていうね、はい、もう白い運動靴かなんかして。そうですね、やっぱりこうなかなかうまくいかないときに、うん、これちょっとプロレスの話ですけども、うん、プロレスラーもやっぱこうキャラ変更したりするんですよ、うん、あ、はい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 、はい、今までその、まあそうね、まあ、善玉でやってたのが、うん、はい、急にこう悪役、うん、ヒールになって、はいはい、ヒットしたりとか。長州もそれで急に出てきた。そうですね、そう、長州も、うん、まあ、最初あまり目立たない人だったんですけど、そうです、こう藤波辰巳とのこう構想でうもう一気にこう維新軍が盛り上がりですね。そうそうそう、もうやっぱりもう伝説的なレスラーになったわけですから、うん、はい、まあ、ここはやっぱりもうヒールとして、そう、はい、だからやっぱりちょっとキャラ変えていかないと、うん、谷垣さんも実はその昔はちょっと冴えないし、うん、美中派だったし加藤浩一についてたんだけど、ですごいダサかったのね、うん、でスタイリストつけて総理目指し出してスタイリストつけて、うん、ネクタイとか、まあ、最初チャリンコで事故っちゃったからなんだけど、ね、チャリンコ好きだったじゃない、うん、あの人で、その前ダサかった時は、うん、ずっとねチャリンコのネクタイだったんだよね。もうよほど好きなんだよ。ダサいよそれって。そう、そうそうそう、もう本当にダサかったんだよね、うん、でもあれスタイリスト変えて髪型とかもちゃんと良くして、うん、すごく総理目指すって決めてから良くなったんで、ちょっとその岸田さんもなんかイメージェンをやってほしいな、うん、いや確かに、うん、というね、はい、はい、ことで、次に行きたいなと思うんですけども、わいせつ不起訴も葛飾ミョンバク氏が、はい、議員辞職の意向と、はいはい、これテレ朝ニュースが、うん、報じてるんですけども、うん、去年12月にわいせつ行為で書類送検され、はい、その後に不起訴処分となった葛飾昭弘衆院議員が議員辞職する意向を固めましたと、はい、
関係者によりますと、葛飾議員は今月20日夜に支援者を集めた会議を開き、26日に召集される臨時国会の前に議員辞職する考えを伝えました、うん、次の選挙には出馬しないということです、うん、はい、ただ将来的に再び出馬することも念頭に、まずは議員辞職をしてけじめをつけたいと説明しているということですね、はい、でもちょっと今更ですよね。今更ですね、うん、ちょっとなんでこんなに時間が空いたんだよと。いや本当ですよ。そう、チャック葛飾と言われてた、まさにちょっと露出を増やされていた方ですよね。そう、露出を、ね、増やしたっていう、まああとね、それだったらハイハイ青山も一緒に ね、 ね、持ってっても両方立民系ですからね。そうそう、立民系ですからね、はい、そこら辺ちょっとどうなんだと、うん、はい、いやでも図太いですよね。図太い、あれだけのこう報道されて、はい、まだ議員できるんだっていう。そうですね、クラスター高いもいます。クラスター高いもうなんか名前がいいですよね、はい、全員リングに立てる感じですね。リングに立てる、はい、DDT プロレスあたりで出てもおかしくない。全然ウェルカムだと思います、うん、はい、なかなか面白いなと、うん、はい、いうことなんですけども、はい、今回辞められて、うん、まあ再びあるかもしれないですが、うん、まあ、多分ないでしょうね、はい、これは、はい、まあ、難しい。まあクラスター高いは性犯罪じゃないからね。そうですね、はいはい、風俗に行ってたっていうだけですからね、うん、はい、